分科会から、年末年始の休暇の分散等について政府の職員への奨励や、経済団体、地方公共団体、等への呼びかけを行うべき。ただいまから第12回新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会を開催いたします。開催にあたりまして政府対策本部副本部長である西村国務大臣から挨拶をさせていただきます。はい、専門家の皆様方お疲れ様でございます。本日もご参集をいただきありがとうございます。年末年始の人出が分散するように注意喚起すべきであると、これは以前尾身会長からも問題提起がなされました。休暇の分散あるいは1月11日までの連続休暇の取得などの協力をお願いしたところであります。日本全体として取り組む必要があるというふうに認識をしております。分科会から、年末年始の休暇の分散等について政府の職員への奨励や、経済団体地方公共団体等への呼びかけを行うべき、それから年末年始における小規模分散型の旅行、これを推進すべきとの趣旨の提言をいただきました。本日の提言を受けまして、経済3団体には改めて要請を行いたいというふうに思います。またハロウィンについてはですね、適切な感染防止策の徹底や街頭での飲酒等の自粛あるいはオンラインイベントへの参加など呼びかけることとされたところであります。改めてこれも行っていきたいと思います。